ランゴバルド王国、ランゴバルド王国、ランゴバルド王国は中世イタリアに568年あるいは569年に建国されたゲルマン系のランゴバルド族による王国である。イタリア語からの音訳でロンゴバルド王国とも言う。首都はパビアに置かれ774年にカール大帝によって実質的に滅ぼされた。 王国は二つの主要な部分からなっており、イタリア半島の北部から中部に存在したより、重要な北部、その西側をネウストリア、東側をアウストリアというと、イタリア南部のベネベント・スポレート領国によって形成されていた。王国の二世紀にわたる歴史において、両地域は安定して統治されたわけではない。王国を形成していた諸行の権力は強く、王権が強大な時も、 勢力を蓄え、諸侯の力を抑制する努力は全く実らなかった。ランボバルド的な個性は徐々に消えていき、イタリア王国へと発展した。ランボバルド人は徐々に、ローマ帝国の役職名や固有人名、伝統を受け入れていき、7世紀には一部が、キリスト教に改修したが、宗教的民族的対立は解消されずに長く続いた。パウルス・ディアコヌスが、 著述活動をしていた8世紀までには、ランゴバルド族の言葉は失われ、固有の装束様式や髪型は消滅していた。ランゴバルド族の文化水準は低く、影響は文化的には大したことはなかったが、政治的には以後長く続くイタリアの分裂の端緒となった。王国の支配領域であるポーガワ流域一帯は、ランゴバルド人の土地という意味で、現在のロンバルディア州の語源になった。 ランゴバルドとは、長い髭を意味しているとの説がある。東ローマ帝国の6世紀、553年に、ローマ皇帝ユスティニアヌス一世は、東ゴート王国を滅ぼして、イタリアを再度ローマ帝国領とすることに成功した。ユスティニアヌス帝による再征服活動によって、イタリア半島は再び、ローマ皇帝の支配に服すこととなった。しかし、年に、 ユスティニアヌスが死去した後、東ローマ帝国は、サーサーアンアサ、ペルシャ帝国との交争で西方にまで手が回らなく、なった。この隙をついて、アルゴイン率いるランゴバルド族が、アルプス山脈を越えて、イタリアへ侵入し、569年に、北、イタリアを、東ローマ帝国から奪い、王国を建国した。首都は、パビアに置かれた。その後も北イタリア、 中部イタリアを東ローマ帝国から奪い、ローマ市を包囲するなど、ローマ教皇に圧力を加えた。しかし、ローマ教皇ハドリアヌス一世が、フランク王、カール、後のカール大帝に援助を求め、これに応じたカールによって773年より攻撃を受け、パビアは占領され、国王は捕虜とされて774年に、ランゴバルド王国は滅亡した。その後、カールが、 ランゴバルド王を兼ねることとなった。ランゴバルド族は一世紀までにエルベ川下流域に定住し、その後547年にビザンツ帝国によってパンノニアとノリクムの境界地域に定住を許された。パンノニアはこうと戦争開始によって生じた防備の弱体化をついてゲピド族によって占領されており、彼らはシルミウムを首都として王国を築いた。そのため、 ビザンツ帝国は、ゲピド族と、東強盗王国への対抗の意味で領内に、ランゴバルド族を招き入れたのであった。ランゴバルド族は、ゲピド族と交争を繰り返し、五百六十六年になって、ビザンツ帝国が、ゲピド族と同盟を結ぶと、ランゴバルド族はその東方にいた、アバール人と結んでこれに対抗。結果として、ゲピド族は五百六十七年に滅亡した。 しかし強大なアバール人に圧迫を受けるようになったランゴバルド族は568年になるとオーアルボインに引きられてイタリア半島に侵入しその年のうちにベネト地方の大半を占領した569年にはメディオラヌムを572年にはティーキヌムを占領し後者を首都としてランゴバルド王国が成立したその勢いは衰えず570 一年には、諸侯の一人は、スポレートを支配下に置いて、スポレート公国を築き、他の諸侯はさらに南化して、ベネベントを占領、ベネベント公国を打ち立てた。572年に、アルゴインが暗殺され、王位を継いだクレーフも574年に暗殺されると、ランボバルド王国は30人以上の諸侯が支配する、連合生態へと変化した。この統一王が存在しない時代は、 諸侯の時代と呼ばれる。574年に、ランゴバルド人の一部がプロァンスに侵攻したが、フランク王国の逆侵攻を招き、北イタリアは危機的な状況となった。ここで、諸侯は、クレーフの息子、アウタリウスを王に選出し、彼がの能金を支払ったことで、フランク軍は一旦撤退した。ランゴバルド諸行に対して、ビザンツ帝国は金銭による、 海中外交を展開するとともに、フランク王国と同盟して、これを打倒しようとした。フランク王国は574年の遠征で功能と、領土の割動を条件に、ランボバルド族と交和しており、イタリア半島情勢への介入には、消極的な姿勢を保っていたが、ビザンツの勧誘を受けて585年と588年に、イタリアへ再侵入し、 アウタリウスは功能を条件に589年、これと講和した。590年にも、フランク族は大軍を持って、ランゴバルド王国を攻撃したが、これは略奪を行うに止まった。フランクによる、対外危機は分裂する傾向にあった、ランゴバルド族に結束の必要を認識させた。574年以来ランゴバルド族は王を、いただかずに、 諸公の合議によって統治されていたのであるが、584年になるとアウタリウスが選出されて王となった。アウタリウスの死の後を継いだアギルルフスは591年、毎年の功能を条件にフランク王国と和解し、ビザンツ領を犯し始め、593年にはローマを包囲してグレゴリウス一世と交渉し、598年には教皇と交和した。 アウタリウスの知性に首都パビアを中心として王国としてのまとまりが現れ始め時代のアギルルフスの知性下には統治制度が整備されて国家としての定裁を取るようになったパウルス・ディアコヌスはランゴバルド氏の中でこのアギルルフスの知性に実現された平和を称賛している616年のアギフルススの死後はアダロ・アルデスが継いだが 非であったテオデリンダが権力を握った。テオデリンダはカトリック信仰に熱心で、教皇グレゴリウス一世とも親しく、聖、コルンマヌスによる修道院設立を支援した。アギフルスがアリウス派を捨て、カトリックに改修したのも、彼女の影響である。また、彼女以後歴代の国王は、三照書論争で三照書を支持して分離した。 ミラノやアクイレアの教会とローマ教会との調停に尽力した。参照書とは、モプスエスティアのテオドロスの著作、キュロスのテオドレトスによるアレクサンドリアのキュリロスに、対するバクロン、エデッサのイバスによるテオドロス賞賛の手紙を指す。単成説とカルケドン派の対立において、単成説側はこれら参照書が、ネストリウス的遺憾に染まっているとし、一旦の書であるにもかかわらず、 カルケドン公会議はこれらの書を批判していないとし、非難した。ユスティニアヌスはこれを受けて三照書を異端とする、直例を五四十三年と五四十五年に出したが、これにローマ教皇をイギリウスをはじめ西法教会が反発した。ユスティニアヌスは、ウィギリウスをコンスタンティノープルに招いて、説得に努め、ウィギリウスは本意して三照書を非難するようになったが、 西方の司教たちは逆に教皇を非難して破門し、ウィギリウスは動揺して参照書批判を撤回した。553年の第二コンスタンティノープル公会議で、参照書を異端とする勅令が出され、この問題の最終決着が図られたが、西方教会ではこれを認めなかった。特に参照書を積極的に支持し、ローマ教皇の不明瞭な態度を非難する一派は、 アクイレア司教マケドニウスを中心に、アクイレアで教会会議を開き、独自の総主教を立てて独立した。この参照書のシスマは658年まで続いた。参照。626年に、アダロアルドゥスは、議兄、アリオアルドゥスによって死され、アリオアルドゥスは、王位についた。この三脱の背景には、ビザンツ帝国との融和政策に対する、 ランゴバルド部人の不満があったと得られる。アリオアルドスはアリウス派であった。636年にアリオアルドスが死ぬと、その日ウンディベルガ王を取ったが王に選出された。ロターリは、東方でイスラーム教徒と,と争っているビザンツ帝国の支配の緩みをついて、領土を積極的に拡大し、リグリア・コルシカベネツヤ周辺部などを奪取した。またロターリは年に、 ロッターアリ王の告示、いわゆるを編纂したが、これはランボバルド人の法官集を再録したものである。ロッターアリはランボバルド王国の最盛期を現出したが、652年のその死後、王国は急速に分裂、弱体化した。彼の息子ロドアルドゥスは、短命で653年にアギロルフィング家のアリペルトゥス一世に王位が移った。アリペルトス一世の死、 661年に際して二人の息子に王国が分割されたが、これが内紛を生じ、662年ベネベント公、グリモアルデス一世が王位を手に入れることとなった。クレフ王の死後の十年間、ランゴバルド諸公は一種の合議生態を持って王国を運営し、この間に地方に拡挙する諸公の力が強まった。特に、イタリア中部のスポレート公国と、 南イタリアのベネベント公国は、ラベンナとローマの数軸を維持するビサンツ帝国によって、北イタリアのランゴバルド王国の中央から隔てられているため、自立性が高かった。初代ベネベント公俗党の後を継いだアリキス一世は、ビザンツ帝国領カラブリアと沿岸都市以外の南イタリアをほぼ制圧し、広大な領土を支配するようになった。第5代のクリーモアルドス一世は、 ランゴバルド王国で起きた王位継承をめぐる争いに乗じて、ランゴバルド王位を獲得し、ランゴバルド王とベネベント公を兼ねて、ランゴバルド人を統一した。しかし彼の守護は二人の息子が、ランゴバルド王位とベネベント公位を分割して、保持することになり、再び両国は分かたれた。ベネベント皇位を継いだロムアルドゥスは、弟のガリバルドゥスに、ラゴバルド王位を譲った。 まだ幼かったガリーバルドスは即位後1年で王位をペルクタリクスに奪われ、ランゴバルド人の統一は失われた。その後北のランゴバルド王国では短期間での王位の変転が続くが、712年にリュートプランドが王位につくと、ビザンツ帝国側の内紛を利用して、領土を拡大した。ビザンツ皇帝レオン三世がイコノクラスムを開始すると、 教皇グレゴリウス二世はこれに反発して皇帝と対立し、折しも対イスラーム教徒戦争の重税に苦しんでいた多数のイタリア都市も帝国の死に反抗した。この防備の弱体化をついてリュートプランドはビザンツ領へ侵攻し、七百三十年頃にはラベンナを奪取した。ビザンツ帝国は教皇グレゴリウス三世の統位後、ベネツヤアの協力を得て、 734年にこれを奪還した。リュートプランドはカール・マルテルと同盟してムスリムとも戦い、725年頃にはムスリム支配下のコルシカ島を従属させた。710年から730年の間にはサルディニア島にあったアウグスティヌス以外がパビアに運ばれサンピエトロ大聖堂に収められた。またリュートプランドの地勢に ロッターアリ法典は新たに153章の法文を付け加えられたが、これらの中には女性や貧者に抑圧に抗する一定の権利を認めるものが含まれている。リュートプランドの後はまた短命な王が続くが、749年に即位したアイストルフは精力的で751年にラベンナを制圧してイタリア半島をほぼ統一した。 しかし754年と757年の2度、教皇ステファヌス三世の混成を受けて、ピピン三世がイタリアに侵入すると、これらの征服地は脱回された。アイストルフの時代の王、デシュデリウスは、カール大帝の弟カールマンと結んで、フランク王国の政治に介入しようとし、また教皇領を攻撃して、領土拡大を目指したが、逆に773年、 カール大帝のイタリア遠征を招き、翌七百七十四年には、首都パビアが陥落してレシデリウスは敗され、カール大帝が自ら、ランゴバルド王を兼ねるに至って、ランゴバルド王国は、実質的に滅亡した。他方、ロムアルデスの後継者たちが支配した南のベネベント、広国は、七百七十四年のランゴバルド王国、滅亡を傍観しながら生き残り、8世紀後半には、 ランゴバルド王国の政党を辞任して、ベネベント国を名乗るようになる。皇国の地方統治は、ガスタルディウスという地方役人が担っていたが、彼らは徐々に皇から独立するようになり、ベネベント皇国は文献化し始めた。八百三十九年に第五代のベネベント皇、シカルディウスが暗殺された後、皇位をめぐって争いが起こり、八百四十九年に和が分かれた。 このサレルヌ公国の有力者、カープア博は861年に自立して、カープア博領を形成するが、900年にカープア博がベネベント公に即位してが成立した。この統一公国は982年まで続くが、その後はベネベント公国とに分かれた。こうして、ランゴバルド3公国が成立した。歴代のランゴバルド王がつけていた。 ロンバルディアの鉄王冠と呼ばれる冠がある。これは、ランゴバルド・メッツの後は、カール大帝をはじめロンバルディアを、すなわち北イタリアを兼ねた神ローマ皇帝の体冠式で用いられ、後世ではナポレオン・ボナパルトやオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世もこれを体冠した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。